ズブズブ打法を生み出しました。あっ、せーさすが大丈夫よかった。はいはい、青以外、青以外、はい、50% 以上取ってみよう。どこらせよし、かーかー50。オッケー、スッ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 、ナイス、いいか。まずはね、ポン、はい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 、いいか、ポン、あーい、あい、ムム、よし、すごい、よし、ポン、ムム、いや、おし、ファイブ、あー、いつ、まあ上出来か、8割だとしてもマックス、マックスじゃねえや、期待値通り、よし、いやー、ナイス、頑張ったー、かける5個、オッケー、まあ、1ゲームっていうか 10% だっけ、隠れる可能性あるから、次のゲームぐらいはねまだ期待、おい、期待できたりするけども、ありがとうございます。終了画面見れる、よし、じゃあやめるねいや、で取り切ったから、うん、やめるわ。ちょっと、もしかしたら引き戻しいるかもしれないけどいいよね、引き戻しいない、やりたかった、うわうわーじゃねえよ、何だうわーだよ、可能性としてはゼロじゃないからね、全く初めて打った分かんない人が、あ、終わった、やーめよって、昔とかは結構あったよね。対決飛びそうな、5日目だぞ、あーなるほど、ほう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 、チャンス、3日目の失態をここで取り戻すチャンスがやってまいりました。もう一度チャンスをください。それはないだろ、それはあんまりだろ、アフロこの野郎、よし頼む頼む、よっしゃいった、出てこい、うおい、あーもう引っ込み思案、引っ込み思案すぎる、鏡が全然出てきてもらって構わないんだが、よし、順調、順の調でございます、いやマジあと絶頂だな、絶頂がやりたい、大して伸びませんよ、やったところで3セット4セットがいいところですよ、私なんか違うんです、
絶頂の中身がやりたいんじゃないんです。高台寺で対決に勝ってカカカカカボンって言われたいだけなんです。だから実質厳密に言うと絶頂が出なくてもいい、そんなことはないんですけど、カカカカカボンって言って BB が出てきてくれてもそれではそれでいいカカカカカボンって言わせたいだけなんです。バンチオスデイのエクスタシーのマックスがそこにあるから確実に。よっしゃー、豪大寺で勝ったーって、あのボタンを押すとこわかるね。うん、そう、何のためにバンチオスデイを打つかって言ったら、もうあそこのボタンを押すためです。全員そのために打ってるんです。高設定を積もるためとか勝つためとかいろいろ言う人いますけれども、実のところ、番長3を打ってる 100% の人間があそこのボタンを押すために打ってます。はい、日本人ならよしよしよし。5日目に戻れたのはこれはラッキー。こういうこといかねえかな、 TV の一部で行くからね。お、対決がいる、面白い。あらららら、伝統、あ、これは出てくるね。岩尾ちゃんです、やっぱり。こんにちは、岩尾ちゃんです。もったいない、戻った。さあ、遺憾なく発揮していきます。オーバーキル、オーバーキル、ループくれ、超えないループくれ。あら、あららら、綺麗、やだ、綺麗、なにこれ、写真撮っちゃおうかしら、俺お姉だからさカミングアウト唐突だ。あ、青だ、青はダメだと見せかけて、青 25% だね、おそらく。あ、先に、あ、そっか、先モード B だったから。あ、出た、調理実習苦手なやつ。マチコ先生はヒントにするか、驚きの相手が誰だね、変わってもいけるように、やっぱ驚きの動きだよね。驚きのこの手に合わせて一回レバーを引くわ。ある、ある、ある、ああ、急にあっ、驚きとシンクロするっていう方法が。よっしゃ、オールベル、オールベル、オールベル、いやー、成功した、驚きシンクロ打法が完成しました。やっぱ驚きと一緒に作ってる気分になるっていうのが大事だね、調理実習は。はい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 、流れましたよ、三沢選手。これでもう向かうところ敵なし、大相撲以外は、大相撲はもういい。ここ行かなそうだな、あー、おいおい、なんと弱めでしたけどね。サッカー編み出したての調理実習は使えないね。いや、きつい、きついの来たな。しかもこうやっていくともうベッド押せないからあの打法使えないんだよ。
よっしゃー、共通ベルだ。モロタ野郎、一番いいメンコ見つけた。赤くならない。ブー、車がブー、そしてレバーで、あ、言わない。赤い、モロタ、さようなら。さっきバイ、あいつ全然出てこねえな。この展開をさ、設定5でやった時だよね。この展開を設定5でやった時にもう来るわけでしょ。赤い学ラン来て、鏡ちゃん来るわけでしょ。来ちゃった、鏡が来るって言ってた。また来ちゃった、カカカカカム。さあさあ、チャンス。これはこれは来るぞ、あるぞ。ああ、まずはそうか、ここがまず溜まってるだろう。もう怖くねえから、おめえなんか。ああそっか、1ゲーム目は残念だけど、もう大丈夫だ。あ、やばい、これベットしないと見れない、なんてことだ。よし、想像でやった、想像で。よし、勝った、勝ったやろこんなもん。よし完璧だ、完璧だ。あ、リプレイです。ブー、さあ黄色が出てきたぞ。あ、あらららららららあらら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 、押し順並みなのに、あららら、どうなの、あらららら、これあらららあらららら、あらららららら、はい、2個。さあ、2個か、無念。これ出るぞ。あ、証拠にもなくまだ来やがったな。もう準備しといてやった。お、弁当か、ここで弁当か、ちょっと早かったね。あ、やばい、やばいやばい、リプレイだと見れないよ、トドロキの手が見えない。よし、よし、想像、想像でいったから。あっ、汚ねえよ。ついに調理実習あれだね、向こうにも攻略法があるわ。先にリプレイさえ引かせちまえば。ああ、ただ今のも引いてはいるから。あー、もうどんどんやってくる、どんどん急に。ほら、もうリプレイ引かされると見れねえから、トトロキの手が。いやー、やばいやばい、くあー、くそ、封じられた。なりきり打法制作された、対策入った。大谷もこうやって苦労してくんだろうな、対策され始めちゃうとやっぱ苦労するよね。うん、これからの大谷に期待したい。おっと、これ確定じゃない、こんな後ろで入ったの俺初めてかも。
あらららららこれ超お粗大事なんだけど、これはこれは、いやこれこれあるんじゃねえか、おい鏡出てきちゃうパターンじゃねえか、ない、そういうチャンスする、すごいことに残り2打でもほら怪しい、なにこれ、あ鏡ちゃん、鏡ちゃん、鏡じゃない、お前かい、お前か、おやおやおや、まあそれはね、まあそりゃあね、そりゃあね、あーありがとう、オーバーキル、オーバーキルに次ぐオーバーキル、もうどんどんベルを、どんどんベルを叩き込んでいきます、これはもしかして出てきちゃう、鏡さん出てきちゃうパターンある、可能性あるよ、確定体かか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 か赤だ、いやいやいや、すごいぞ、おーたーよし、残り1までいったもん、1ゲーム目に対決、対策された、対策された、よし、白いだ、白いだ、勝った勝った、あ、やばい、対策された、あー、ついにマデラが、マデラ賢そうだもん、すぐ対策する、ずる賢そう、こそうだもん、出た、賢さから一番遠いやつが来た、やると思った、やると思った、やると思った、これなら勝てる、ひゃっバドミントンで勝てねえから、バドミントンで勝てねえから、お前これなら勝てる、ひゃっ、やばい、本当にダーッ、頼む、強すぎる、みんな調理実習上手すぎる、調理実習がうますぎる、調理実習する、ひゃー、かかったな、抜かったな、バカめ、100年早いバドミントンで俺に両方で、さあ選手は引けてるやん、引けてるやんけ、急にだよな、急に引いても倒せなくなるんだよな、おやおやおや、おやおや、チャンス、さあこういう角をループし続けるチャンスです、これめっちゃ大事だよ、あいー、今おやすさんのビラが、おやすさんのピラが今、あーこれは、これは来るぞ、これは来る、岩尾が来る、岩尾が来る、岩尾が来るぞ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 、どう考えても来るぞ、あー岩尾だ、岩尾だろ、長い、
ャンペン。あいや、すげえ。あと1ページ天国ループかな。5なの肩の力が抜けてるってことだよね。いや、満を持したか。満を持して引けないね。 6% 引けないね。おぞましいような BB 引いてるんだけど。これは大変だ。さあ、3000枚オーバーでございます。まだまだストックがあるよ。まだまだストックがある上にこういう格だよ。溜めちゃうよ。はい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 。強めの強めの超対決。あ、勝ってない。まだ勝ってない。1ゲーム目で勝ってはいない。まだ勝ってない。まだ勝ってないよ。あー、おっとし、もったいね。チャンス。これだよ。この筐体決で全て流れが崩れる。こいつ今ラグビーで2連敗してるからね。よし、まだだ。よっしゃー、オロナミン。危ねえ、いいとこだった。天気発達って言うから。びっくりか。おーおーおー、チェリーじゃねえか。しっかり引いてる。そーれー、黄色、赤きたー、赤がきたー。また息を吹き返すチャンス。あら、あらやだ。でも一応ナビだからレア攻撃引いてる可能性が。かわいい、かわいい。はい、2個ね。あは、2個、50かな。まだらだしね。あ、いるね。インナビ2回はさすがにいるだろ。落としやすの。ノリオちゃん、ノリオちゃんですね。ノリオちゃんが出てきて、カドミンとトリス。パッパッ。ただ、めっぽう料理がダメでね。あたしゃ。ほら。料理がダメなのよ。もう料理がダメなのよ。ノリオちゃんは料理も上手だから。いや、ノリオちゃんはね、喋れないけど、ノリオちゃんってスペック的には高いよ。うん、言うとくけど、ハハハって言ってるけど。あ、赤だ。
30日でございます。おろろろろろ、しかもだよ、おろろろろろろ、さあ大チャンスだ。左の日付表示は12、いつ何時郷大寺に行ってもおかしくない状況で、そして郷遊郭巻き戻すなら今です。行く、さあどうだ、勝つなら今だ、勝つなら今、のりおちゃんです。ハイスペックな男のりおちゃん、あーく負けられない、いくらのりおちゃんって言えるここは負けられない、のりおちゃん譲ってくれ道を、おやることやったぞてめえ、どけろ、あの野郎、あの野郎、許さねえ、ここまで立ててやったのに、あの野郎、ああマジでぼちぼち言ってもいいぐらいベル引きで負けてんだけど、もういい、チャッピーとの大相撲はいい、マジでチャッピーとの大相撲はもうあれ対岸の火事だと思って見てるから、遠くで相撲やってるなって言って、うわー、ノリオの野郎、この辺はまだいるか、さすがに、あれ、あ、結構怪しいか、おお、これマジでいない可能性あるぞ、4534枚、32、喫茶店、おお、いない、弁当か、チャンスねー、チャンスねー、4000枚オーバーでございます。はい、というわけで第4話も無事、普通のパチスロ実践動画ということで幕を閉じましたけど、いやー一向に物語は進行しませんね。まあ、このノートに、書いたことが、どうなっていくのかっていうのがまだ、はっきり分かってませんので、もしかしたらその即効性はないのかもしれないね。どうしても分かんないうちは私もパチスロを普通に打つことしかできないから、うん、デッキやっぱパチスロって、今回なんかしかもね、あの今まではちょっとあんまり打たないようなやつとか珍しいやつとか、例えばノーマルタイプだったりバラエティだったり攻めてきたり、もう今回なんてもうど真ん中もど真ん中のバンチを打っちゃって普通に出ちゃってるんだもんね普通に出ちゃったんですよ。だから一応まあ実践の結果の方をね、軽く報告させていただきますと、まあ、1台打ち切りでございますね。初当たりはたったの2回でございます。で1発目の初当たりを引いて、まあ引き戻しが出なかったらやめてもいいかなっていうところで通常 BB が引っかかって、ああこれは上かもしれんなと。でまあ BB 中の初回が、チャンスモードだったり、あとはその他もろもろなんだっけな、まあ、チェリーのあれか、通常時の飛び方で、まあ、多少偶数に寄ってるかなっていうところと、通常 BB が出たのと、であれだけ BB 引っ張ってたのに絶頂が出てこなかったっていうのを合わせて、で、まあ、4か6じゃないかという予想のもとで、投資が12600枚、回収がなんと4780枚ということで、プラスの4180枚という大勝ちを、ぶちかましてしまったわけですね。これでなんとバッチノート未だ土つかず、4連勝だ。ただ勝つだけの物語に今私としてはもう何の文句もありませんけど、本日もですねちょっといろいろ書いていただいて、今日はねいただきジャーニーの取り切りが
ちょうど終わりから20分前ぐらいだったんで、余った時間でちょっと僕もあの返事みたいなことを書いてみました。で、店のね、あのお店宛てだなみたいなやつに関しては、まあ、店長さんから何か書いてもらえると思うので残しておきましたけども、今日はあれですね、番長がかなりベースが高めだったなって、ね、あの誰かが言ってましたけど、角が全部5の挙動してんじゃねえかっていう、でその一角の角の方がもう心を折れて今まさにやめようとしていたんですけども、私は止めませんでしたね。5はやめても大丈夫だよ、なので、まあ、あとはね、僕の目に入るところでも通常 BB をかなり目撃しているので、バンチョン3がかなりベースが高めだっちゃうんじゃないかなと。であとはあれか、コードギアスの、CC なんか5台中3台が六角が出てるとのこと で出玉も全部持ってますし、あのもしかしたらあそこに前台、もう前台系とかがこう出現し始めると、いよいよもうその法則を見抜かなくちゃならないんじゃないかっていう、私としてはね、そういうテーマになってきちゃうんですけども、だからちょっとどうしてもね、テーマをずらそうと、私の方からノートに、大久保付近で美味しいお昼ご飯を食べれるところを募集したとか、いつも徒歩10秒の、かつてマリモさんとチーズタッカルビーランチパーティーを繰り広げたお店にお邪魔してるんですけど、ね、まあ、大久保というこの町に来て、韓国料理以外が食べたいなっていうのもどうかとは思うんですけども、やっぱり月に2回来るもんで、私なんかもなんかもう長野に行ってはそば食べて、大久保ではやっぱ、ビビンバ食べてるとって思って書いてあるところですね、味噌ラーメン屋さんが1軒ねあるらしいんですよ、近くに。これ行ってみようと思って、もう1個いただきました、ネパール料理、ネパール料理に抵抗がなければって言われたんですけど、全くネパール料理一品も知らないので、抵抗っていうか、ネパール料理って何と思ってネパールの料理って何食べてるのと思って、これもちょっと興味が惹かれるので、ちょっと行ってみようかと思います。もうこういった感じでですね、もうじゃあグランポ大久保だけじゃなくて、この大久保という街を掘り下げていくノートになるかもしれません、もしかしたら。あ、そうか、言ってたね、そういうのもね。俺びっくりした、この間ね、こういうショー、今日のバッチの落としをやりますみたいな、この間のエンディングで思いついたと思って言ったの。いや、いいの思いついたと思って言ったの。そしたらね、2回目も言ってたね。言ってた。本日の MVP は、ネパール料理に抵抗がなければ、内装もいい雰囲気です。書き込んでくれたあなたが今日の MVP でございます。というわけで、次回も皆さんも MVP 狙って書き込みしてください。今のところ MVP になったところで何一ついいことありません。そしてこの先もしいいことが生まれたときは、今まで選ばれた人たちはどうすればいいんだという問題が生まれます。そう、こういった問題が起こるのもバッチノートには筋書きがないからです。次回第5話お楽しみに。